宮城和也です。37歳、泣き人村出身で、はい、今はシーカヤックの授業をやってます。まあ、マリン業ということで、基本はシーカヤックをメインに観光客の方を海を案内するっていう感じで、であとは、まあジェットスキー、バナナボートなど、そのちっちゃいお子さんも一緒に乗って行けるものなので、結構うちは家族連れがめちゃくちゃ多くてですね、お子さんと一緒に楽しんでもらえたり、はい、海と一体化できることですかね。そうです、風も感じながら本当にのんびり、うちはそんながっつり漕いでいくっていうタイプでもないので、本当にお客様のペースに合わせてのんびりゆっくり海を楽しみながら漕いでいくっていうのが魅力ですかね。その本島内では多分トップレベルで綺麗っていうふうに言われてると思うんですけど、泣き人の海で、あとはビーチは本当に天然のビーチばっかりで、ちょっと一本筋道入っていかないと分からなかったりするんで、そういうところでツアーをしてたりするので、本当に地元の方がちょろっといるぐらいな感じの場所だったり、観光客がほとんど来ないようなところを漕いで、楽しんでもらっているっていう感じです。その地元の先輩後輩がいて、まあ、自分が基本シーカヤックメインで、で、あと2人はサップと、あれダイビングをメインにやってる人 で基本的に、何だろう、このガイド業っていうのがなかなか地元でやってる人って、まあ、ほぼほぼいないと思うんですよ。その中でこの泣き人で地元の先輩後輩で、でマリン業は一緒だけど、その中でしっかりと別々の種目でやってるっていう3人がいるので、これ結構珍しいかなっていう感じで、実際去年の、まあ、コロナもあって、その結構お客さんが来ない時期に、まあ、3人ともちょっと時間が空いちゃった時に、じゃあもうなんか楽しいことをやろうっつって、まああとはその泣き人村をちょっと元気にしようということで、その3社合同でイベントやったんですよ。そのサップと、カヤックとダイビング、あとシュノーケル、これが同じ場所で1日で全部体験できますっていうイベントをやって、泣き人でもこんだけ楽しいことができるよっていうのが一番いいのかなと思って、たまたまこう立ち話から、あ、そういえば前は話してたけどちょっと何かやろうかみたいな感じから、またいきなり集まって、もう当日ですね、みんなで集まって、でじゃあ何をするかって言った時に、みんなそれぞれ得意分野が違ったので、ダイビングでカヤックでサップ、あ、じゃあこれみんな同じ日に一緒にできるようにイベント組んだら楽しいんじゃないっていう、でもちろん県外海外は行けない、そんまたよろもちょっと貧縮みたいな時だったんで、じゃあ村内のみんなストレス溜まってると思うし、村内の人だけで村内のメンバーでやったら面白いんじゃないっていうことで、まあ、みんなが楽しめる分野を、しかも一日で同じ場所でできるっていうのはすごい魅力じゃないねって言って、計画を立てて進めて実行した感じですね。同じ場所でこんな何でもできるって上等だねって話があったりとか、あ、泣き人村の人がこんなことやってるんだねっていうのもありましたし、あ、誰々の弟ねとか、そういう単純に海の体験も楽しんだもあるんですけど、そこでまあ人と人とのコミュニケーションも、あ、なんで泣き人の人なのみたいな話があって、まあそういう、まあ、知ってもらいながら、まあ、この職業を知ってもらうっていうよりはこの人を知ってもらうのもいいきっかけにはなったかなとは思いますね。そういう面ではすごい評判は良かったですね。
その泣き陣っていうところはもう本当にのどかで自然が多いところで、海がめちゃくちゃ綺麗、自然遊びをいっぱいしながら育った方がいいんじゃないですかみたいな感じですかね。なんだろう、具体的なことが全然出てこないな。なんか地元ってそんな感じじゃないですかね。地元だから好きみたいな。地元ってなるとなんか漠然と好きってしかなんか今答えられないですかね。